え続きまして北海道中二病がうつくさんです、はい、アニメ「銀玉」復活おめでとうございますアニメ「金玉編」で銀時の弱点を克服したのが金時ですよね、うん、演じられている杉田さんにあって中村さんにない弱点があったらぜひ教えてくださいと<ー>杉田さんにある弱点杉田君にあって中村君にない弱点なんだろうな、えー、好きな女の子を前にしてテンパらないところから <laughs> お前はテンパる俺はテンパらないと見える見える わかんない。ほの相手のこと好きじゃないんじゃないあれあれあれだなこ郎ラジオって声顔が悪いいおっとお前ちょっとやめろよそういう俺俺なんかあのこういうそういうことに関してはなんかカレーの王子様ばりにあの甘口だからよくわかんねえんだそういうの甘いなそういう駆け引きみたいなのわかんないんだよ甘いんんだもう嫌になっちゃうわもう。 例えが最悪だな、これ。杉田君はね、あの杉田君が、あの、あの子は素敵だよって言ってる子に対して。あの緊張して話がどうこうじゃなくて、会話があってないんだすよ。言っちゃった。杉田がね、憧れ、例えば、ゆかなさんとかさ、憧れる人ってさ、あまり会話噛み合ってないよね。基本、向こうの言うことは、はい、はいって聞いてる。だよで、杉田が振る、で、あのゲームとか。 アニメはっていうと見てないですし、うん、やってないです,すうんよくわからないねっていうねそういった中での食べ物の話題だよああ<ー>間違いないゆかなさん限定じゃないですかゆかなさんは確かに肉の話し,しとけば肉の話ってればもう食いついてくるからね一緒に行ってくれるよ、うん